こんにちは、のりたろうです。今回は10万円で資産を買う古代コインはまだ安いということで、10万円で買える古代コインのお話をしたいと思います。古代コインというのは、エンシエントコインとも言いますが、紀元前のものからだいたい西暦600年とかそのぐらいまでの、古代ローマ共和国とかローマ帝国、またマケドニア王国とかですね、様々な国が通貨を出していましたが、その金貨や銀貨のことになります。このような紀元前などの、人類共通の遺産とも言えるような古代コインというのは、超人気になった一部のコインを除けば、今はものによっては金貨でも10万円以下で購入することができます。私はコイン投資初心者ですが、コイン投資初心者だからこそ初心者の知りたいことがわかると思って発信しております。ということで、今回はこのような古代コインを、どのようなものを買えばいいのかという、わからない方向けに、以前過去動画でアンティークコイン購入マニュアルっていうのでご紹介したヘリテージオークションで実際に購入したコインを例に、具体的な購入価格なども含めてご説明したいと思います。スラブ入りのこういったコインですね、見たことある方はわかると思いますが、古代コインのグレーディングの見方っていうのは、通常のアンティークコインの70段階のグレーディングとは少し違ってですね、分かりにくくなっています。というのも、古代コインの場合はコインの劣化、すれ具合とかいう状態の他に、そもそも手作りだったりするので、作った時の出来の良さも関係してきます。なので少し複雑なグレーディングになっておりまして、はっきりと優劣が分かりにくくなっています。ということで、このコインを例に見てみますと、このコインはですね、ローマ帝国のネロ皇帝の銀貨になります。まず上からですね、カッパドキアというのが発行された国の名前で、カエサリアというのが都市名になります。カッパドキアというのはトルコの都市ですが、皇帝ネロの時代は、この地図を見ますと、一番薄い緑で書いてある領土から黄色ですね、一番大きな領土へと拡大している最中で、現在のトルコのカッパドキアあたりも領土になっていました。で、コインに戻りますと、このコインは皇帝ネロの銀貨で、西暦54年から68年の間の発行ということで、で、この下の行の AR というのが銀貨という意味で、 G ドラクマということで、ギリシャ語の数字の数え方で、モノ、G、トリ、テトラという順の G になるので、2ですね、2ドラクマという通貨単位の銀貨になります。さらっと西暦54年頃と言いましたが、この頃の日本はまだ弥生時代の頃という頃のコインということになります。で、コインに戻りますと、 RV というのはリバース、裏面のことで、ディバス・クラウディウスと書いてありますが、このディバスというのがラテン語で神を意味します。なので、ディバス・クラウディウスでクラウディウス神という意味になります。この頃のローマ帝国というのは多神教で、歴代皇帝を神として崇めることで、自分は神の子孫だということで権威づけっていうのも知っていたようです。で、クラウディウスというのはですね、ネロの一つ前の皇帝で、ネロの義理の父親になります。ただし、クラウディウス帝というのはですね、そのクラウディウス帝の妻であり、ネロは実の母親がクラディウスと結婚したんですが、その母親であるアグリッピナという人物が、ネロの皇帝即位のために夫のクラウディウスを暗殺したと言われています。つまり、ネロ本人にとっては、母親に暗殺された義理の父親と自分が表と裏に描かれた、ネロ本人にとってもなかなか複雑な心境のコインだったのではないかなというコインになります。また余談ですが、ネロはキリスト教を弾圧していたという
ことから今は暴君として世界的に有名になっておりますが、まあ、数々の功績を挙げておりまして、ローマ市民からは慕われていたと、ネロの死後もですね、慕われていたような痕跡が残っているというお話もあります。まあ、話はそれてしまいましたが、左側の情報はこういった感じで、コインがどういうコインがだったかということが書いてあります。そして右側がグレードになります。このグレーディングの読み方は私の過去動画でも上げてますので、そちらも合わせて見ていただきたいですが、簡単に説明しますと、この CHXF というのが70段階グレードの大体の位置を示しておりまして、一覧で、示すとこのようになります。上から PR、FA、AG、G、VG とつきまして、まあ、右側に70段階でいう数値が書いてありますが、大体まあこの上の4つ5つぐらいはあまり出てこないんですが、 F とか VF っていうのはよく見るかなと思います。で、今回は XF で少し良くて、まあ、日本語で言うと極備品というものになります。ただ70段階でいくと40グレードということで、まあ、半分よりちょっといいぐらいのものになります。で、その上が AU、MS と続きます。そして先ほどは XF の状態表記の前に CH と表記されていましたが、 CH というのはチョイスの略で、その中でも特に状態が良いものということになります。なので先ほどの CHXF というのはチョイス XF と呼びまして、70グレードの数値でいうと45程度ということになります。また余談ですが、 MS の場合はですね、チョイス MS の上にランクがありまして、 GEM というのがつく場合がありまして、こちらは宝石のように素晴らしいということで CH より上に来まして、 CH チョイス MS が63から64グレードなのに対して、ジェム MS は65から70グレードになります。そしてさらに MS などの状態表記の後ろに星マークがつくものがありまして、こちらは見た目にも優れた魅力と価値を持っているということで、通常のものよりも高い評価になります。またファインスタイルと表記されるものもありまして、こちらもコインの状態表記の他にですね、やはり個体差のある古代コインの中で特に芸術性が高いと認められるものに付けられるものになります。そしてその下に参ります。分数でストライク5分の5と書いてありますが、このストライクは打刻の状態で、サーフィスというのが表面の状態になります。こちらも5分の5で表されて、それぞれ5点満点で表記されておりまして、どちらも5点満点のものは特に状態が良いということで高値になります。このストライクとサーフィスがあるので古代コインは分かりづらいんですが、最初の XF などの状態表記とどういう関係にあるかというと、古代コインの場合は、まあ、先ほども言いましたが、手作りで今のようにプレス機ではなく金槌で叩いて打刻していたので、出来上がった時のそもそもの出来具合がこのストライクとサーフィスということになります。で、その後の保管状態が良かったかどうかっていうのが XF などの状態表記になると考えて良いかと思います。そして左下のバーコードと数字ですが、これは鑑定会社がコインごとに識別できるように個別につけている番号で、同じ番号のものはないのでご注意ください。なのでこの番号を NGC のホームページなどに入れると、このコインの鑑定枚数、あとはコインが最高鑑定かどうかという情報、あとはそのコインの写真などを見ることができます。で、例えばこちら先ほどのコインを調べるとこのようになりますが、古代コインの場合はですね、この下のところですね、プライスガイドバリューと、あとトータル、グレーデッドバイ NGC ということで、NGC で鑑定した枚数というのも、どちらもノットアベイラブルということで、情報が出てこないことが多いんですが、
ヘリテージオークションで購入したり出品されたものの場合は、このヘリテージオークションの方で詳細な情報を見ることができます。でこのコインはヘリテージオークションで購入したものなので、ヘリテージオークションで調べるとこのように NGC のページではわからない情報が出てきます。まあ、詳しい調べ方は私の過去動画で説明しておりますので、アンティークコイン購入完全マニュアルという動画で、そちらを ご参照ください。でこれを見ますと、グレーディングされている枚数が全部で16枚しかないことがわかります。そのうちのこの CHXF のグレードが4枚ということで、それよりグレードが高いハイヤーグレードというのが2枚しかないということがわかります。なかなか高鑑定なものであるということがわかるかと思います。ただハイヤーグレードと書いてあるので、これより上のグレードと書いてあっても何番目のグレードというのはわからないんですが、この NGC と書いてある青いところをクリックするとさらに詳しい情報がわかります。このスターというのはスター付きのものということになるので、先ほどの星ですね。でベースというのがその星がついていないものということになります。で下にスライドしていくと、このように今回のグレードが黄色で表記されています。でこれを見ますと、より高いグレードのものはチョイス AU グレードのベースとあとスターというところに1枚ずつあることがわかります。ということで、このコインの最高グレードはチョイス AU 星っていうコインがありまして、このコインは16枚しかないコインの上から3番目のサードグレードということになります。ということで、だいぶ長くなりましたが、このように古代コインは現存量が少ないものが多くて、高鑑定のものが比較的に手に入りやすくて、必ずしも最高鑑定のものが MS グレードというわけではなく、今回のように AU 星グレードでも最高鑑定の場合も多くあります。このコインは先日のヘリテージオークションで460ドルで落札しています。で手数料 20% を含めて552ドルと、であと税金とかですね、送料などの各種手数料を払うと717ドル、で日本円で110円換算で7万9000円程度で購入できたということになります。で落札額から支払い総額を簡単に計算するには、まあ、安いコインであれば 1.5倍、 1.54 倍ぐらいをかけると大体の総額が計算できます。ただ古代コインの中でも、人気の、まあ、こういうコインですね、このアテナのテトラドラクマ銀貨などは人気のために10万円で買うことはできないものが多いんですが、10万円から20万円で買えるものが多いため、今回の10万円で資産を買うという趣旨からは外れますが、それでも20万円程度で買えたりします。またこちらも人気のアレクサンダー大王の銀貨は比較的に状態の良いものも、このようにですね、500ドル前後で落札できたりするので、こちらも 1.5 倍ぐらいかけるとだいたい日本円で、8万5000円ぐらいで購入することができます。もう少し有名でないローマの皇帝の場合は最高鑑定のものでも安く購入することができまして、例えばこのコンスタンス2世の銀貨などはこのように600ドルで、1.5 倍ぐらいで換算しますと10万円ちょっと超えてしまいますが、このように最高鑑定のグレードを購入するということができます。その他にも金貨でも紀元600年頃のビザンチン帝国の金貨などは今でも狙い目で、少し凹凸がなくて扁平な印象があるのですが、それでもこのような最高鑑定で、同鑑定が1枚しかないような唯一の、最高鑑定の金貨というのが手数料込みで660ドルで、いろいろ込みで9万円程度で買うことができます。このようなお手軽な価格で入手できる古代コインは毎週木曜日の午前中に開催されるヘリテージオークションで入手することができます。また、今月2021年8月
の19日から21日にかけてはヘリテージオークションで大きなオークションが開催されました。こちらではオリジナルのですね、ウナライオンの PR66 の星という、まあ、最高鑑定の一品が出品されまして、なんと手数料込みで144万ドル、日本ではまあ消費税 10% がかかるので158万4000ドルですね。で、日本円で1億7400万という超高額のコインが出ました。で、このオークションでは、まあ、かなり状態の良い、まあ、古代コインですね、もう多数出品されました。で、こちらは数十万円から数百万円と、まあ、かなりちょっと高めのものも多いんですが、かなり良いコインが出品されてましたので、まあ、相場感覚を養うという意味でも一度過去の履歴でこのオークション、ハッシュタグ3094というんですかね、これをオークションで過去で見ていただければいいかと思います。特に古代コインではこのブルータスがユリウス・カイサルを暗殺した時に発行したということが示されているコインですね、これが出品されており、この歴史的な銀貨というのは現在の価格で、31万2000ドルで、日本円で換算すると3775万円と、まあ、日の遠くなるような金額になっております。この同じデザインの金貨はオークションで4億円の値段がついたということで話題になった図柄です。この銀貨もグレードでは XF グレードで、このようにですね、高鑑定のものでもないんですが、やはり歴史的な背景がこのように値段として反映されるのが古代コインの面白いところだと思います。このようにまだまだ高いコインが少ない古代コインですが、今後世界情勢が不安になったり、ある時ローマ共和国とかローマ帝国の、時代が再注目されるようなことがあれば、十分に化ける可能性も高いコインがいっぱいあると思います。古代コインが、今では10万円以下で、いろいろなものに投資できるという状況にありますので、ぜひ見るだけでも面白いので、ヘリテージオークションを見てはいかがでしょうか。またヘリテージオークションで購入するとほぼほぼきっちり2週間以内に届きますので、まあ、一度安い銀貨などで試されても良いかなと思います。特にお孫さんとかお子さんへのプレゼントとして、金融教育にもなりますし、歴史の勉強にもなりますので、一度購入してプレゼントされると喜ばれるのではないかなと思います。それでは長くなりましたが、今回のお話は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒に、レッツコイン。ご視聴ありがとうございました。